悠久の昔、海底から浮上したサンゴの島。長い眠りから覚めた島の鼓動は、島人の魂を揺さぶり、荒々しく強い気質を生み出した。島を通り抜ける風が岩肌を風化させても、島人の武骨な魂は原石のまま、輝く術を知らない。涼やかな風の島宮古、ひそやかな美しさをたたえた島宮古、寄せる波愛しさで縁取られた島金須宮古。島にこだわり島に寄り添い、島を愛おしく思うすべての人と人を結ぶ金須宮古の時間となりました。はい、それでは今日も静岡県松崎町と結んでお送りしたいと思います。今日はですね、特別ゲストを迎えております。坪健こと、はい、坪山健一さんを迎えての放送というふうなことになります。坪健さん、はい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 、坪健さん今どちらにいらっしゃいますか？今神奈川の自宅です。あ、神奈川県ですね。はい、はい、というふうなことでですね、今日は静岡県松崎町と神奈川県、そして宮古島を結んでの放送というふうなことになります。はい、それではソプラノ歌手曽根妙子さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。それでは進めてまいりたいと思います。純と妙子のむぬゆん心歌。むぬゆん心歌。はい、妙子さん、はい、今日も始まりました。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくです。はい、ですね、宮古島ですね、今収録時非常にいい天気です。うん、放送そのものは朝の10時からなんですが、はい、今ですね、まあ、昼間にこの、ね、収録してるというふうなことでいい天気なんですけども、はい、妙子さん、最近、はい、松崎町でいろんな話題、あるいは妙子さんがこういうことをしたよとかいうふうな話題ございましたらお願いいたします。そうですね、今までと少し違うことといえば、クララっていうお店があるんですけど、はい、飲食店があって、ずっとコロナの間はですね閉めていたんですよ。はい、閉めていたっていうのは、はい、つまりご飯を出すことをやめていたんですけど、こちらではですね、はい、年寄りの皆さんが集まって地域のお母様方がさんま寿司を作ったりとか簡単な軽食を出したりしてるんですね。はい、そういったところがやっとオープンして少しずつまた憩いの場が広がってきているって、そんなあったかい話題がありました。そうですか。うん、はい、宮古はどうですか、純さん。トライアスロンの件とかいろいろあったんじゃないでしょうか。そうですね、うん、実はですね、トライアスロンが3年連続で中止というふうなことが決まったんですね。はい、辛いことですよ ね。そう、うん、それで私は東京都の目黒区のトライアスロンのメンバー、だいたい毎年14、5人から20人ぐらいいらっしゃるんですが、
その応援をですね一手に引き受けてしてるんですよ、うんうん、そして私が Facebook でですね、はい、この中止のですねお知らせを しますと、早速コメントがありまして本当に非常に残念だと、来年こそはですね、うん、淳さんに会えると思ったのにというふうなことでですね、はい、でこれは中止したことはやむなしとやむを得ないことなんですが、はい、もし淳さんそして宮古島の皆さんが許すんであれば、うん、来年ですねぜひあの宮古島を訪ねたいと、はい、そして淳に会いたいというふうなですねコメントがすごい入っていたんですよ。本当に非常にあの嬉しかったんですけどね。本当ですよね。はい、うん、というふうなことで宮古島トライアスロン3年連続で、取りやめというふうなことでですね、回数が36回のまま止まっているという、ね、感じで次回が37回というふうなことになります。うん、またねいいタイミングでね、はい、復活されることを祈っております。そうですね、はい、あの先ほどもですね、はい、もう本当にあのビッグなゲストというふうなことで紹介したんですが、うん、つぼけんこと坪山圭一さんのことをですね、はい、太鼓さんからこう出会いなどをちょっとお話ししていただいてよろしいですか。そうですね、今日はですね、坪山圭一さん、サックス奏者の方をお招きしているんですけれども、あの実はライブ812というアプリをあのやっておりまして、その中で坪健さんがですね私の配信に遊びにいらしていただいて、でそれでご縁ができました。そして松崎町の方にもいらしていただいて一緒にコラボさせていただいたりと、そんな風にあの付き合いしてきたんですけれども、今日はねぜひその坪健さんのあったかい人柄、そして素敵なねジャズの作品をあの皆さんにお届けしたいと思ってゲストにお招きしました。はい、ということで坪健さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、坪健さん、うん、松崎町で多分初めて曽根さんにお会いしたというふうに思いますが、はい、お会いしてどういうふうな印象をお持ちになりました。お会いしてというよりかはもうなんかほらもう81にでも会ってるみたいやったから、うん、そうですよね、81に会った時も初対面な気がしなかったですけど、81にで会ってるとですね本当にねこのリアルに会ってるような気持ちになれますよね、はい、うん、本当にそう、うん、まあ、それがまあ、ね、やっぱりねあのあ会えた瞬間はわあ会えたねーと思いましたね。なるほどね。本当ですね。印象は全然そのままでした。あ、そうですか。はい、はい、はい。雲見でのですね、雲見海岸での楽しいこの演奏がありましたよね。はい。はい。楽しかった。はい、海岸でどっちやったっけ、あのあれ、富士山が見えたところですよ。富士山が見えたところ。そうです。はいはいはい、あそこね。はいはいはい。うん、ね、やったな。懐かしい思い出ですね、本当に。またリアルでお願いします。ね、ぜひですよ。はい、ということで、ここでですね、ご紹介を私の方からさせていただきたいというふうに思います。はい、お願いします。お願いします。サックス奏者でいらっしゃいます坪健こと坪山健一さんをご紹介させていただきます。中学の頃よりサックスを始めていらっしゃいます。大阪私立総合大学音楽学部器楽学科を卒業後、悠久の昔、海底から浮上した珊瑚の島、高等学校で非常勤講師を務め、長年教職の座にいらっしゃいましたが、2000年の3月に退職いたします。その間、
1990年には兵庫県西宮市新人演奏会で最優秀賞を受賞いたしまして、関西フィルハーモニー管弦楽団との共演を果たしていらっしゃいます。教師を退職した翌年、ミュージシャン一筋で生きることを決意して上京いたします。関東を拠点に路上演奏を中心に活動を続ける中で、光栄をかけていただいたご縁で確実にライブやコンサートなど演奏の場を広げていらっしゃいます。こうした地道な活動が注目されまして、朝日新聞をはじめ毎日新聞、東京新聞、時代を切り取るビジュアル週刊誌スパなどで紹介をされております。その他テレビでも多数取り上げられ、数々の音楽シーンで脚光を浴びていらっしゃるのが坪健さんです。全国に出かけて行き、実際に演奏を聴いていただいて評価してほしいをモットーに、これまで全国を巡り、ニューヨーク、ハワイでも路上演奏を観光していらっしゃいます。現在でも精力的な活動を展開しておられまして、2007年にはがん啓発イベントリレーフォーライフイン東京で演奏したことがご縁で、2008年より全国のがん患者さんやその家族を支援し、地域全体でがんと向き合うがん制圧を目指すチャリティー活動 RFL に参加していらっしゃいます。その他2012年3月には小田井道子さんが座長を務める横浜夢座の公演野毛武蔵屋三番屋の奇跡で役者として出演しておりまして、活動の幅を広げていらっしゃいます。以上、坪健こと坪山健一さんの紹介をさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、はい、坪健さん役者もやられてたんですね。そうなんですよね。ちょっとだからか面白いと思ったとか。まあこの風貌からしてですね、やっぱりあの役者もぴったりだなっていうのはね、うん、感じがいたしますけどもね。はい、はい、それではですね、ここで、数千兆のメッセージの紹介というふうなことでいきたいというふうに思いますが、そうですね、これは前回のおじいちゃんおばあちゃんの放送の時にね、聞いていただいたものですよね。はい、そうですね、うん、前々回でしたか。あ、そうですね、テーマを前々回ですね、テーマをおじいちゃんのこと、おばあちゃんのことというふうなことですね、設定をして、紹介をしてきたんですが、リスナーの皆さんからのメッセージを紹介してきましたが、ちょっとですね、積み残しがございまして、今日数千兆こと須藤武さんからのメッセージの紹介というふうなことになります。愛知県松、ごめんなさい、愛知県高松市にお住まいの数千兆こと須藤武さんのメッセージです。小さい頃祖父母に育てられたので完全なじいちゃんばあちゃん子でした。手先が器用でいろんなことをしていたじいちゃん、料理が好きなばあちゃんと笹団子作りをしたことが懐かしいです。じいちゃんが亡くなったのは80歳で、ばあちゃんはもっと長生きで99歳でした。うん、すごい。じいちゃんの名前は竹春、武士の武に治めると書きます。私の名前はじいちゃんの名前の一文字からもらって竹氏と名付けられました、というふうなことで、愛知県高松市にお住まいの数千兆こと須藤武さんからのメッセージを紹介させていただきました。はい、数千兆ありがとうございます。長生きですよね、ちかりさんね、本当ね。
い、というふうなことでですね、ここでですね、犬猫保護キャンペーンというふうなことで、モットーをお届けしたいというふうに思いますが、金須都ではですね、先週からですね、この犬猫保護応援キャンペーン、それからコロナ禍における医療従事者の皆さんへの応援キャンペーンというふうなことでですね、スポットを放送しております。それでは行きたいと思います。島には穏やかな人々の暮らしがある。緩やかな時の流れの中で育まれてきた命がある。茜色が西の空を染める頃、子供たちの感性と戯れる子犬や猫たちの長い影、不幸な命を一つでも救いたい。大阪出身で宮古島に住む中原恵里奈さんが代表を務める宮古島セーブ・ザ・アニマルズは、犬猫の不妊手術の徹底、殺処分対象の犬猫ゼロを合言葉に日々奮闘しています。中原さんが考えたのは避妊去勢を普及させること、飼い主のいない犬や猫を減らすこと、過剰繁殖を減らす活動が求められています。人間を中心にした時、他の生き物に犠牲が出てしまうことも、みんなが共に生きられる道を模索したい、共に考えていくためにも一人一人が自分の暮らしている地域に目を向けることから始めていただきたい。犬猫の過剰繁殖問題の解決には最低限度の医療設備を整えることが必要ですと、中原さん、地域の皆さんの協力を訴えています。詳しくは090-9789-4097 090-9789-4097 までお問い合わせください。金須都は宮古島セーブ・ザ・アニマルズの活動を応援しています。猫保護応援キャンペーンスポットを放送させていただきました。先ほどはですね、私の方からつぼけんさんをご紹介申し上げましたが、ここでですね、つぼけんさんにですね、まず自己紹介を兼ねた曲ございましたら、はい、ぜひ紹介をしていただきたいと思います。つぼけんさん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ではこの前北海道に行った時に、北海道にとても似合うと言ったんですけども、多分宮古にもこの曲合うんじゃないかなと思います、うん、天空のという意味の曲から、セレスティン聴いてください。はい、それではつぼけんさん、これもちろん自分でお作りになって自分で演奏された曲ですよね。はい、そうです。はい、それではお送りさせていただきたいと思います。
坪健さんの曲でセレスチャンをお送りいたしました。この番組は収録そうセレスティンですね。セレスチャンです。ごめんなさい、大変失礼いたしました。じゅんさん、はい、たくさん、ね、コメントがいただいてるのでちょっとご紹介してもいいですか。はい、どうぞ。ですね、今この放送中にですね、先ほどクララのねご紹介をしましたけれども、なんとクララのお寿司さんま寿司持ってくよなんて言ってね、ピロリンさんからご連絡が入ったりしています。そしてですね、この演奏でぜひセレスティン、みんな大好きな曲ですっておかみさんからいただいたりですね、あとはですね、こんな演奏をやっぱり松崎町で演奏してほしいねとか、あとね、チカリンさんから秋空にぴったりな曲ですねっていうような形でね、ご連絡いただいてます。皆さんコメントありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ね、本当に皆さんが大好きな曲というふうなことで、うん、私は初めて、この曲を聴いたんですけどもね、うん、はい、宮古島は、まあ、おととい還暦を迎えております、うんうんうん、ちなみにこの番組は収録でお届けしておりますが、はい、還暦の頃になりますとですね、はい、この日本の東北より南で繁殖したサシバという鳥がですね、うん、南方を目指してこの飛来するんですよね、要するに越冬のために、この甘露の高渡りというのがね、繰り広げられるわけなんですが、宮古島には大量のですね、サシバが中継点というふうなことで舞い降りてきます、このですね、セレスティンですか、はい、この曲をですね聴かせていただきながら、この思い描いたのがやっぱりね、この天空からですね、うんうん、この俯瞰するような、うん、この大きな翼を持った鳥がこう滑空するようなですね、そういう風なイメージが湧いてきましたね。とっても素晴らしい曲です、ね、はい、それではですね、はい、そうですね、ここで、時間もかなり押しておりますので、坪健さんにですね、ぜひお話をお伺いしたいというふうに思いますが、このジャズへのいざないっていうふうなことをですね、はい、テーマにしまして、このジャズの講座をなさっているようなんですが、これを詳しくちょっと教えていただいてよろしいですか。はい、なんかこう神容赦だったな、下だな、9月の30日からですね、今度はね、今度の10月14日が第2回目なんですけども、全部で第5回に分けて、音楽講座をやっておりまして、1回目は黒人音楽の歴史で、2回目がブルースの歴史、そして、3回目4回目がジャズの歴史と発展、そして5回目はアドリブ講座というのを、Zoom を使って、やってます。で、もうすでに1回目終わってるし、このあれですよね、FM ヤコのこの、番組が流れる頃は第2、第3回目まで終わってるのかな、うん、なんですが、その講座をですね、動画にアップロードして、うん、でそれをパスワード付きで、お送りしますので、後からでも見れない方も、これからの講座見れない方も、全部お届けできるようになってますので、よかったらぜひ、皆さん講座、受けていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、坪健さん、受講したいという方はどういうふうな手続きをなさったらよろしいんでしょうか。僕のホームページにリンク貼ってないな、そういえば僕のホームページにリンク貼ります、はい、ぜひともよろしくお願いします私の、はい、はい、放送日までには十分間に合うと、ね、間に合うと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、はい、妙子さん、はい、
このジャズへのいざないというふうなことでですね、やっぱりあのジャズを広めることのに向けてですね、精力的に取り組んでいらっしゃる、坪健さんなんですけども、はい、この最近は太鼓さんもジャズの曲を歌うようになりましたよね。いや、それがそれこそ坪健さんのごきっかけで、あのライブハンチミの、はい、あのジャズリレーっていうのをね主催されているんですけれども、はい、まず私もあの勉強させていただいて歌わせていただいています。もうねきっかけを本当にありがとうございます。素敵です。大さんジャズも素敵です。ありがとうございます、クラシックからですねまさかジャズが出てくるとはね夢にも思いませんでした。いえいえいえ、ジュンさんここで、はい、あの、はい、ヒロヒーリングさんからあのご質問がいただいてますよね。はい、ぜひご紹介お願いします。はい、ですね、はい、あ、ごめんなさい、うん、私の手元にはないんですよ、ごめんなさい。あ、では私からご紹介しますね、はい、すいません、はい、お願いします。北海道からヒロヒーリングさんからのご質問です。坪健さんとタイちゃんに質問ということなんですけど、時間の関係で坪健さんのみに答えていただきたいと思います。何だそれ。はい、坪健さんの今の夢は何ですか？ちょっと待って固まった今の瞬間に。じゃあちょっと待って、私の夢をつなぎますよ。私の今の夢は心を毎日プレゼントし続けること。そんな風な夢なんですけど、坪健さん固まっているっていう。固まってますね。坪健さんが固まってしまった。坪健さんが固まってしまった。はい、チーンということで固まってます。ではジュンさん今のうちに、はい、坪健さんの曲を流しましょう。あ、そうですね、はい、それでは君宛ての手紙っていうのを、君宛ての手紙お送りしたいと思います。坪健さん後でね答えてもらいましょうね。待ってきた。Thank you.
つぼくへんさんの曲で、君宛ての手紙をお送りいたしました。つぼくへんさんの曲で、君宛ての手紙をお送りいたしました。ありがとうございます。はい、他にメッセージございましたら紹介をお願いしたいと思います。そうですね、先ほどのご質問でつぼけんさんへのご質問、あのヒロヒーリングさんから北海道から今の夢は何ですかということをまずお先に質問お答えください。あれって言ってまたつぼけんさんが切れたっていうね。皆さんすいませんね、オンラインでやってますのでね、はい、あ、戻ってこられた、あ、よかったよかった、ね、戻ってこられた。ぜひね、つぼけんさんご質問あのお答えください。はい、はいはい、ごめんなさいね、ちょっとスマホが熱くなってダメみたいでパソコンでつなぎ直しました、ね、大丈夫ですよ、はい、お願いします。はいはい、ね、あの夢っていう、まずねちょっと具体的な目標としてはですね、はい、あの結構この8日を通して最近歌の曲もたくさん溜まってきたんで、うん、あ、素敵ですよね、そのね、うん、歌のなんかこう作品もねできればなと今ちょっと思ってますね。素晴らしい、ね、優しい歌がいっぱいですもんね、はい、ありがとうございます。はい、それであの、うん、僕もね、うん、あのこの前あの川崎で路上してて、はい、ちょっと君の演奏を聞いて、はい、もうちょっと生きてみようと思ったみたいなことを言ってくださった方がいらっしゃって、タイさんみたいにさ、なんかこう心歌っていうのをね、うん、タイさんを歌ってるけど、僕もなんかそんな風にこうなんか、うん、ね、なんだろう、魂のビタミンつぼけみたいな、うんうんうん、なんかそんな感じで、本当みんなが僕の音楽聴いたら、うん、なんかこう元気が出たりね、勇気が出たり、そんなプレイヤーになれたらなと今は思ってますね。それが目標かな、はい、もうぜひ一緒に心歌つぼけんさん一緒に歌いましょうね。そうね、ね、ありがとうございます、はい、ということで、はい、はい、質問が体育さんまた、はい、もう一つございましたらお願いします。はい、ということでサプライズ質問、楽しい質問がお届け届いております。何でしょう。神奈川県から、はい、おかみさんより質問が届いております。あ、何でしょういつも路上演奏を聞きに行かせていただいています。素敵な演奏をその場にたまたま一緒になった人と聞くあの雰囲気が大好きです。あー、なるほど、うん、演奏中つぼけんさんはよく視線を動かして周囲を見ていらっしゃいますね。え、なんでなんで。演奏をねしてる時、うん、つぼけんさんはよく視線を動かして周囲を見ていらっしゃいますねって。あ、そうかな。演奏しながらどんなことを考えていますか、うん、で選択肢があります。はいはいはい。1、聴いている人や歩いている人の様子から次に何を演奏しようか考えている。2、通り過ぎる綺麗な女性に立ち止まって聴いてほしいと念を送っている。何やそれ。3、お腹すいたな、今夜のおかずは何かなと考えている。4番、あの人前にも来てくれたなと嬉しく思っている。ということで答えは複数回答 OK です。 OK、ね、ということでいただいてます。2と4かな。2、通り過ぎる綺麗な女性に立ち止まって聞いてほしいと念を送っているのと、あの人前に聞いてくれたなと嬉しく思っているって。でミキちゃんからお腹すいたなじゃないのっていうコメントありますけど。お腹すいたなはほとんどないな。あ、そうですか。やっぱりって、おかみさんやっぱりっていただいてますよ。まあ、でもね、うん、でもそんな風にそっか見えてるのか、いやあんまり人を見てるっていうことはないけどな。あ、そうだったんですね。だからね、こう見ていらっしゃる方ってそういう風にね、うん、あ、そっかそっか、思ってるのかな。でもね、つぼけんさん、うん、はいはい、今質問の相手がおかみさんですので、おかみさんでしたらつぼけんさんの路上ライブもう本当に
常連中の常連大ファンですよね。そうそう、はい、ということは坪健さんが気づかないところまでも 見抜いていらっしゃるかもしれませんよ。そうかもですね。はい、それではですね、ここで坪健さん次曲をお送りしたいんですが、はい、クロスポイントを流したいというふうに思いますが、はい、これありがとうございます。レッドの何番でしたかね。何番だったっけ。7番、7番かと思う。7番ですよね。9じゃないかな。ただ9を見たらね、違うスペルなんですよ。あのね、なんかね、うん、それね、この前他の人からも言われたんだけど、うん、なんか曲順とあれが違うんだって。僕はこれ出してんだけど、なんかプレスの時におかしくなったみたいで。それで9番いきます。はい、9番お願いします。はい、はいはい、クロスポイントお聞きください、はい。
坪健さんの曲でクロスポイントを聴きいただきました。ありがとうございます。坪健さん、はい、突飛なことを聞きますが、はい、坪健さんは料理とかよくお作りに なられるんですか？いや、よくは作らないけどたまに作りたくなりますね、はい。最近カレー作りにハマっているとか最近でも前作ったのいつやったかな。そんなにちょくちょくは作んないけど、作るときはちょっとこだわって、ほうれん草をミキサーにかけて、で水を使わずね、トマト缶とほうれん草でカレー作るのが好きなんですよ。すごいこだわり。同じ812のメンバーで純花さんという方が結構料理好きみたいで、カレーとかも作っているようですが。そう、もう伊達さんのカレーむちゃむちゃうまそうねえ、じゃあまたツボケンクッキングよろしくお願いします。それもそれではですね、次回の放送はツボケンさんの料理講座というふうなことで、お料理男子でパスタも得意なんだよってチカリンさんが言ってくれてますよ。包丁を持ったことのない曽根太子さんも料理がなんかできるっていう噂がちらほら。パスタは料理上手だよ。もうだからジュンさんいつもそういうこと言うんだけど、私ちょっとだけ料理するんですよ。ちょっとなんですけどね。胃薬持参でよろしくお願いします。はい、それではですね、ここで、坪健さんからね、お知らせをいただきたいんですが、そうですね、この3つの CD がございますね。ブルー、はい、レッド、グリーンとかありますけども、うん、ちょっとこの紹介を少ししていただいてよろしいですか？はい、それぞれね、色をイメージして、まあ、赤は元気、情熱で、青はクール、ちょっと洗練されている、そして、グリーンは癒しっていう感じで、自分の作品をそこにこうそれぞれのコンセプトに収録しているのがレッドノート、ブルーノート、グリーンノートでございます。はい、いろいろですね、はい、その3つの CD の他にもですね、はい、いろいろグッズがあるようですが、はい、あります。ちょっとこのご案内お願いしていいですか？はい、トッシーというピアニストと、ディオで作った To You、そして7人 のメンバーで、グルーブ・ゾ・レインというバンドを組んでまして、それはもうファンクというね、ジャンルに特化したバンドでございまして、そのグルーブトレインの You Bring Me Joy というアルバムですね。そしてフロント3人のサックス奏者、そしてその3人がもうバーッとこうソロをバトルし合ってるようなイメージのフリーサックスバトルというアルバムと、あとはねちょっと、カバーアルバムが2枚あるんですけども、ボリューム1がちょっと売り切れてしまってボリューム2しかないんですけど、日本の曲を6曲カバーしたものもあります。こちら路上の片隅でボリューム2というアルバムです。はい、そんな感じです。はい、これらのグッズをですね、はい、お求めになりたい方もいらっしゃるのかなと思いますが、やっぱり、はい、SNS で坪健さんで検索するとお分かりいただけるんでしょうかね？そうですね、CD の販売は SNS よりも僕のホームページに来てもらったらもうバッチリでございますね。ああ、そうですか。はい、ひらがなで坪健、で、一応正式名は TSUBO-KEN になってるんですけども、それで多分検索してもらったら僕のホームページに、当たると思いますので、ぜひ、お越しください。太子さん、はい、今 BGM であなたの心歌笑顔の CD が流れているところです、ね、ありがとうございます。それでは太子さんからもこの CD のご案内とかお願いしてよろしいですか？そうですね、私心歌 CD3 枚発売させていただいております。それでですね、沖縄の那覇国際通りテンプスター斜め向かいにありますマルタカミュージックさんでお取り扱いしていただいております。そして、曽根太子の Facebook、
YouTube、Instagram、Twitter とかいろいろ TikTok とかいろいろやってるんですけども、こちらからあの CD 購入したいとかって言って声かけていただいたりですとか、であとホームページですね、購入の画面があったりします。そして宮古島では与那覇潤さんにお取り扱いしていただいてます。潤さんお願いします。はい、それでは私の電話番号をお知らせいたします。2度繰り返して、はい、伝えいたします。090-9471-7470、 もう一度申し上げます。 090-9471-7470 までお気軽にお電話いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、神奈川県にお住まいの坪健こと坪山健一さんをお迎えしてお送りしてまいりました。はい、早くさん、今日のゆむぬゆいかがでしたでしょうか。いや、もうなんかこの坪健さんのキャラクターでも笑顔がたくさん、そしてあったかい配信になったと思います。皆さんありがとうございます。そうですね、まあ、リモートというふうなことでですね、うん、ちょっとうまくつながらないところがあったりとか、いろいろございましたが、皆さん最後までお聞きいただいて本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。坪健さん、はい、まあ、今日はですね3人でお話をして、僕もですね初めて坪健さんと実際にお話をするというふうなね、機会を得ることができました。本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、太鼓さん、来週のですねテーマをお伝えしたいところですが、まだ、はい、決めてなくてすいません、はい、またいろいろですね、はい、SNS とかで、お伝えしていきたいというふうに思います。はい、よろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。坪健さん、本当にね、楽しい楽しいおしゃべりで、もう本当にずっと続けていたい。あと1時間ね、第2弾を続けて収録しようかなという気持ちになっておりますけどね。全然足りなかったです。本当に足りないですね。はい、で、申し訳ございませんが、はい、この辺でお別れです。坪健さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。太鼓さんもありがとうございました。太鼓さん、はい、もう一度坪健さんやりましょうよ。ね、本当ですね。ぜひ坪健さん、またよろしくお願いします。ぜひです。ぜひぜひ。はい、ね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ご案内は与那覇潤、そしてソプラノ歌手曽根太鼓でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.
神さんでしたら、すごありがとうございました。ちょっとありがとうございました。はい、今つぼけんさんもつながった状態でね、皆さんもずっとね、はい、コメントいただいて、はい、本当にありがとうございます。収録終了しますね。ありがとうございました。つぼけんさんありがとうございました。ありがとうございます。あれ、つぼけんさんの声聞こえないです。そうですね、聞こえないですね。聞こえないです。あーって言ってんの。マイクを伏せた。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。なんかいろいろとちょっとトラブルがたくさんあったんですけれども。電話かかってきちゃってさ、でやっぱりスマホがね、もうね、ダメなのかな、俺のスマホ。なんかほんま、全然、勝手にね、通話が終わっちゃったの。そういうのもあるんですね。今から話そうと思ったらパサッと切れちゃって、ああ、これはダメだと思って、はい、パソコンに変えました。まあでもね、オンラインってなんかそういうね、なんか大丈夫だったとしてもトラブルがあったりするので、ね、でもね、ま、分かっていただけるんじゃないでしょうか。 ね、 ね、皆さん、はい、本当にありがとうございます、うん、今日もたくさんの方がね、覗いていただいて、なんと コメントがね、404件も入ってるんだよ。なるほど。すごいんですよ。すごい。もう本当にね、さすが、さすが人気のつぼけんさんです。皆さん本当にお集まりいただいてありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあじゅんさん、こちらで Facebook の方を切らせていただきたいと思います。はい、わかりました。はい、皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。ということでまたね、バイバーイ。